アイテム番号 SCP-454JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-454JP は、サイト8181の定期見物収容ロッカーに収容します。実験を希望する職員は、2週間前までに詳細を添付した上で担当職員にメールで連絡を取ってください。実験によって生成された食品はすべて一度検査に回し、内容物に異常な点が存在しないか確かめてください。説明、SCP-454JP は、表面に、削除済み、村名産、あの日のぬか漬け、と印字された半径 18cm、高さ 46.3cm の木製の桶です。内部には一般的なものと同様のぬかが入っており、その成分は異常性を示しません。底面には、如来観光、加工食品流通課の焼き印が押されています。こちらの企業については現在詳細を調査中です。人間が SCP-454JP に手を入れると、その内部にその人物がかつて食べ、最も美味しかった、という印象を持っている食品が発生します。生成される食品は長期間ぬかに漬けられた状態で取り出されており、腐敗こそしていないものの大抵の場合食用には適しません。生成物は一様にその大きさは直径が 20cm を超えないように縮小されています。SCP-454JP は、削除済み、村に存在する民家の地下から厳重に封印を施された状態で発見されました。削除済み、村では、現在このような食品は生産されていませんが、調査によって民家から以下の文書が発見されました。民家の家主はこのような文書に心当たりがなく、また SCP-454JP についても関与を否定しています。村の他の民家からはこのような文書は発見されませんでした。財団による記憶調査を用いても当該の人物から有用な情報は得られませんでした。ご存知のことと思われますが、先日の弊社と、削除済み、村との会合により、61対4にて高村への如来観光、観光事業部の参与が可決されました。つきましては、契約に基づき高村の、判読不能、現在日本に存在しない漢字が使用されている、漬けの概念を対価としてお支払いいただくこととなりました。近日中に弊社の社員が各家庭に赴き、現物を回収させていただきますので、ご用意のほどよろしくお願いいたします。2010年月日如来観光、羽ばさき。ほい、あ、SCP-454JP 実験記録、実験記録1、日付2010年月日。対象、B-454JP。01、実施方法。B クラス職員に SCP-454JP から食品を取り出させる。結果、変色した塊が取り出される。成分を分析したところ、10ヶ月ほど漬け込まれたライスコロッケであると判明。B クラス職員は子供の頃に父親に連れて行ってもらった愛知県のイタリア料理店で提供されたものであると供述。分析生成物は調査の後廃棄。伊藤研究員。実験記録3、日付2010年月日。対象伊藤研究員、実施方法、実験1と同様。結果、茶色く変色したチーズケーキ1ホール。研究員は兄がたびたび調理してくれるものであると供述。実験記録8、日付2010年月日。対象、生後3ヶ月の乳児。出産されてから母乳以外を口にしていないことを確認済み。実施方法1と同様。結果17対の足を持つ未知の節足動物が取り出された。生成物は取り出された時点で生存しており、赤子の腕を張って逃走。14時間後にサイト内にて捕らえられた。分析意味不明。食べたの？伊藤研究員、追加実験。対象 D-454JP。01、追加実験。実施方法先の実験の生成物を D クラス職員に食べさせる。生成物をすりつぶし提供される食事に混ぜる。追加実験。結果インタビュー記録を参照。対象、B、
454JP01。インタビュアー伊藤研究員。録音開始。伊藤研究員、ではただいまよりあなたへの聞き取り調査を開始します。今回話してもらうのは、今朝の食事についてです。味、感想、そして。いいクラス職員、やっぱりてめえらなんかしてたんだな。何だったんだあれは。落ち着いて、毒になるものは入れていないはずだから、どんな味だった？ふざけんな。あんなもん食べさせやがって。何の薬だ？またぞろ禁止管薬か何かか？禁止管薬、何か変な気分になったの？当たり前だ。朝飯食べてから。全身に力が入らなくってしゃあねえ。医師を呼ぼうとしたらここまで連れてこられたんだ。俺を一体。手で遮る。力が入らなくなったのね。後ほど適切な処置を行います。味は？味？うまかったけどよ。何か、こう。何か、美味しかった？別にそこまでうまかったわけではないけどよ。なんか、変な気分だ。力が入らねえ。あと、こう、甘かった。飯が、いつもより、味噌汁も、全部甘ったるくて、なんか、昔を思い出すような。随分素直に話すようになったのね。なんか、変な気分なんだ。あんたに逆らっちゃいけねえような。ふむ。とにかく、全部甘かった。でも別に嫌な気分じゃなくて、全部食べなきゃいけねえ。そう思ったんだ。ふむ、了解しました。医師を呼びます。また質問させてもらうかもしれないわ。おい、お母さん、まだ俺は。その間違いは恥ずかしいわね。お母さん。ん、B454JP01。ああ、床に倒れる。手足を丸め反応はない。ママ、練習します。ママ、お母さん、お袋、副将、ママ、お母さん、お袋、副将、ママ、お母さん、お袋、続いて2番、ブーブー、ポッポー、可愛くなります。可愛くなります。もう一度1番から副将します。ママ、お母さん。医療班、早く来て。B クラス職員が倒れました。30分後、B クラス職員は問題なく復帰した。検査の結果、特に身体的に異常は見受けられず。録音終了。終了報告書。 B クラス職員の最後の発言が気になります。あれは明らかに幼児語を練習していました。何がきっかけとなったかはわかりませんが。一応 454JP の使用はより慎重に行うべきでしょう。伊藤研究員。ほい、異追加実験報告。以後、乳児に対して同様の実験を複数回行う。16回の実験のうち14件で実験。008と同様の節足動物が取り出され、B クラス職員に食べさせた際も、お母さん、ママ、という単語に対して短時間ながら極端な幼児対抗、および筋肉の不活性化が見られた。そのうちインタビュー記録の発言と同様に幼児語を練習しているかのような言葉を口走った D クラス職員は10件に上った。分析。 D クラスへのインタビューによれば、乳児がこの中から取り出す節足動物は、極めて懐かしい味がする、ということだ。10人の D クラス職員は一様にあれを食べさせられた経験があるのだろうか。母乳よりも美味しいあれを、統合博士。